ロジェクトは、まず僕のアニメーションフィルムの新しいアニメーションフィルムの、耳なし芳一っていう日本の民話をテーマにした作品を作っていて、それのクラウドファウンディングっていうなんかインターネット上のそういうシステムを現実に持ってきた。まずポップコーンが1ユーロで売っていて、あとはこの過去の作品8作品入ってた DVD、 これが20ユーロで販売していて、あと T シャツがまた同じ20ユーロ、これが完成した時に DVD 化するので、それとその昔の作品合わせて50ユーロで、あとは光一の DVD と原画をセットで100ユーロで販売して、別の方法というのは普通にアルバイトもしてるんですけど、これはまだ一番初めというか今日初めてやったんですけど、実験としてどのくらい集まるかっていうのをちょっと見ているっていうのは正直なところです。